はい、今回もですね、超絶渋いカード。あー、いいですね。いいですね、いいですね。先進ですよ。これ多分先進で一番能力高いのかな。多分この後ぐらいになんか白になっていったよね。多分ウディメーゼのやつで白カードあるよね。まあ興味ないですけども。なんかこの選手で何がすごいんかわからないですけど、イタリアで評価されてましたよね。ずっとなんかイタリアにいたイメージ。で、アルゼンチン代表にいたよね、ずっと。どのぐらいからいたんやろ。そんなすごいんかな。フィジカルも、まあ昔で言うリベロ的な感じなんかな。ね、フィジカルサイズ的にも。うん。か、何がすごいんかって言われたらあれですけどね。だから、98年のね、日本が初めてワールドカップに出た初戦がね、アルゼンチンだったと思うんですけど、そのアルゼンチン代表出てたと思うんですよ、多分ね。あの時だから3バック、センシーに、リバースやったかな。リバース、センシーにリバース、お一人誰？アジャラか。うん。ディウスリーバックだったんじゃないかな。で、途中からチャモが出てきたんかな。そんな気がする。そう、だから最終ラインそこまでね、強くない感じだったんですけど、点取れなかったですね。まあね、初めてワールドカップ出たんで、仕方ないんですけど。だから2002年とかも選ばれてたんじゃないかな。もしかしたら。多分その前の94年も多分選ばれてると思うんですよ。もしかしたら90年も選ばれてんのかな。もうわからへん。90年とかリアルタイム見てへんしね。まあでもアルゼンチンのこう重鎮よね。で、なんか、キャリア見てるとその後はね、引退して、なんか南米のね、地元で監督したみたいで、あんまうまくいってない感じがしますね。で、一番直近が、チリの、なんかエベルトンっていうクラブのね、監督をしてたみたいな。もう多分退任はしてるのかな、なんか見てると。なんか指導者としてはちょっと、どうなんかなっていう感じかな。知ってますかね、皆さん。この人多分ね、ボランチもできたんじゃないかな、サイズ的にね。なんかそんなイメージがありますね。はい。まあまあ、そんな感じで。ネストル・センシーニ。懐かしいね。今何してんのかね。